はい、どうもゆたです。今回はですね、こちらの AVO の、55mm、65mm 調整式のスタビリンクに交換したいと思います。交換する理由としては、今、HKS の車高調 SP に付属するフロントのショートスタビリンクを使ってるんですけど、それがね、ちょっとブーツが切れてきていて、で、間もなく車検なので、ちょっと変えなきゃいけないということで、で、まあ AVO の、こちら9900円なんで、まあ送料とかも込めても1万1000円、2000円ぐらいです。で、まあ、スタビリンクに別に今ついてるやつに不満があるわけじゃないんで、特にな、もう乗り味とか変わるわけじゃないとは思うんですけど、ちょっとスタビリンクの交換を紹介したいと思います。はい、はい。で、スタビライザーリンクということなんで、ちゃんとジャッキで両方上げてください。ロールを抑えるものなんで、片側だけ上げてしまうとスタビがねじれて、力がかかって取れないので両方上げてください。はい。で、取っていくんですけど、こちらは19mm ですね。もう一個こっち側にもあるんで、で、一応こちらはね、緩み防止ナットになってるんで、手では回んないです。はい、ここのリンクだけのナットを緩めるだけじゃ、ちょっとスタビが動かないんで、こちらにね、左右、両方、一箇所ずつ、ボルトで止まってるんで、まあ、これを取ってあげるか、もしくは緩めると、これがこう遊ぶんで、スタビが、そうするとこれが取れますんで、リンクだけで取るっていうのはちょっと厳しかったんで、こっちも緩めてください。はい。こういう感じです。で、今取り外した HKS のスタビリンクの方はこういう感じで、ちょっともう動きが硬いね。こういう感じで、こう動かないね。こういう感じで、まあ動くんですけど、普通はこうやってもう中がダメになっちゃってるんで、固着しちゃってね、ちょっとグリスも漏れて、ここもちょっともうパックリ、パックンチョ、5回調っていう感じなんで、ちょっとこれはね、車検通らないんで変えていきたいと思います。で、長さの方はね、 AVO のがちょっと長いね、これ。あら、短いのが良かったんだけどね、これが一番短かったから、しょうがないね。これをつけていくしかないね。はい。これをつけましょう。はい。
はい、とりあえずこんな感じで。で、スタビリンクの方はブッシュなので一時締めをしたいんですね。なので仮止めをします。で、これナットを回すだけじゃなくて、この六角レンチで真ん中にあるんで押さえてください。これぐらいにしとこうか。こちらのスタビのブラケットをね、締めていきます。よいしょ。はい、で、今ホイールとかを全部付け終わって、で、今このようにして仮想一時状態を作ってあげます。こう、あの、なんて言うんだろう、タイヤが地面についてることを一時、荷重っていうか、まあ、重量がかかってることを一時って言いますんで、そちらの状態を作ってあげてから、ブッシュになってるんで、ネジを、ナットを締めてあげないと、伸びてた状態で締めると、そのまま伸びてたままの癖のまま着地してしまうと、伸びてる状態と着地した状態のブッシュの形ってやっぱよじれるんですよ。着地した状態で締めないと、ずっと伸びたまんまの形でブッシュがダメになっちゃいますっていう意味です。はい、よいしょ。これで締めてあげると、着地してる時はね、あの、六角いらないね、これちゃんと閉まってるね。ちょうどいいかな、長さ。ちょっと短いのかな、これ。どうなんだろう。っていう感じだね。はい、今こういう感じでね、全部終わって着地してるんですけど、ちょっとリンク短くつけたかなっていう気もします。まあ、後々ね、調整はできるんで、それは。はい。とりあえずこんな感じで、ね、スタビリンクの取り付けは以上です。